強くなったな、決まり。本当にヴィラン嬉しい？まあ嬉しいなら何よりだ。嬉しいぞ。いいことだ、いいことだ。まあね、一族が強くなるのは嬉しいっていう意味。まあちょっと待てよ、角折らせろ、お前の。霊峰ガガゼットよ。うん、何？ヴィランを任した強者の栄えある名前を伝えよう。おうおうおうおお、その名はスカトを覚えよ。決まりロンゾ。ロンゾ族として認められたな。その名は決まりロンゾなり。強いんだぞ、決まりさんは。本山は決まりの強さを知った。ちゃんとそのまま勝てちゃったよ。決まりさん強いわ。うん、召喚士。急に呼ぶじゃん。から乗っては我らロンゾが食い止め、味方についた。倒した敵が味方になってくれるパティーンだ。昔決まりの角を折った償いだ。いや、それはそう、それは本当にそう。から来る敵は我らが倒す。よろしくお願いします。ありがとうございます。ユーナの前に立つ敵は決まりが倒す。あら、ロンゾ族。お前ほど恵まれた召喚士はいない。ありがとうございます。ありがとうございます。お前のリュックさんめっちゃ後ろにいるじゃん。なんで？ロンゾが磨いてやる。ああ、優しいね。嬉しいな。ロンゾができる前提が。でも私は反逆者ですから。きっとゾウは作ってもらえません。ロンゾ族で作ってくれ。ならばロンゾが作る。ああ、作ってくれる。ありがとう。立派な角をつけてやる。可愛いじゃん。はい。お願いします。お願いしとこ。立派な角つけてもらおうな。リュックさんもしかしてロンゾ族いつまでも怖い。めちゃめちゃ後ろにいたけど。さあ、俺もユーナの像を見上げたいと思う。なんでだよ。ユーナと一緒にさ。そうな、ユーナさんと一緒にな。ユーナさんと一緒にな。それがそれならわかる。びっくりしちゃったよね。銅像作られるってことはなくなってるっていうことだと認識したから。危ない危ない。よーし、勝てたぞ。ありがとうな、マジキマリさん、ありがとうな。ってことでセーブしましょう。先進んでくぜ。ほうほう、まあここからは敵が出てくるでしょう。ぼちぼち進みつつ。そんなところじゃなかった。何度でも話しかけてくるじゃん。なあに、しつこいっつの。いいだろいいだろ、話したいことあんだ。お、祈り子様の歌だ。せめて合わせてくれ。二人で歌ってる。そう、二人だね、多分。マジこの場で合わせられるのやばすぎ、本当に。そんだけ間空いたら出だし合わねえだろ。出だしどころかリズム合ってないんだけど。怖い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 。みんなが祝福を祈ってくれてる。ありがたいね。これでこの後もう魔物と会うことはないよ。魔物と会わずにてっぺんまで行けるきっとな。ちょっと怖がってるじゃん。ちょっと怖いじゃん。もしかしてこれユーナさん以外も歌ってる？ガードのみんなも歌ってたりする？そんなことはねえな。オッケー、ありがとな、祝福してくれて。これで敵にも会わずに行けそうだ。宝ぼっこメガポーション、イエス。あ、敵には会った。クソ、マジかよ。強そうな子がいますな。ハルバードさんだっけ？ニーズヘックだ。貫通武器が有効。ああ、なるほどね、了解です。間違えた、盛大に間違えた。うーん、死ぬ。これはまずい、これはまずいですよ。まあ大失敗したけどどうにかなった。アップねー。さて、いろんなところで宝箱を見つけたい。きっとあるって信じてる。頼むぜ、決まり。急に仲良しするじゃんね。頼むぜ決まりって、もう決まりさんにだけ頼むぞ。なんで？まあでもそうか、正直ニーズヘッグもオートコマンダーもキマリさんだからね。まあキマリさんに頼みたいわ。あーおー、何何
何、火属性に弱い、火属性に弱い、3回受けると自爆。はあ、めっちゃルルーさんが欲しいところですね。どっかから上に登れたりはしないか。じゃあそのまま進むか。なんかいる。オーガアシュラだって、アシュラだってさあ、怖っ。回避カウンターキュウリにしてやんの。目を覚ませって感じだったな。石のところになんかないかな。お、いや、なんかあるよ。何、ここで力尽きた召喚士やガードたちに墓標よ。あー、一つにまとまってんだ。祈り捧げてこうな。なんか最初もチャップさんのなんかあれみたいな感じだね。チャップさんの時もこの石に祈るといいだばーみたいなこと言ってたからな。おほほ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 ほ。恐ろしくキマリさんしかやることねえ。 VG の道だ。え、マジで宝箱も何にもねえ、何もねえ道だな。なんか細道がありますね。この先には絶対宝箱があるだろう。宝箱じゃない、ブラスカのスフィア。ユナさん、ちょっと見てみようか。何が起きるだろうね。見ないっていう選択肢があったってことは、見る見ないで何か変わんの。元気かい。このスフィアを見るとき、お前はいくつになっているか。多くにアーロンさんおるわ。きっと母さんによく似て綺麗になった。母さんは分かんないけど綺麗になってるよ。もう録画の容量ないの。めちゃめちゃ早口だね。ああ、そうそう。どうした。ジェクトやアーロンもみんな元気だ。今はな。今はな。とても愉快に旅しているよ。愉快か、もちろん。よかった。楽な道じゃないね。まあよかったよ。後悔はしていない。そうか。なぜって、これこそが父さんの道だからね。それこそが父さんの道だったか。ユーナも大きくなって。あれジェクトさんだ。いや誰が撮ってんの。じゃあ。やるべきこと。お前こんな寒いところにその格好はやばすぎだろ。どんなことで。きっとうまくいくさ。肌どうなってんだ。ユーナの未来を作る。ユーナなんだ。うん。思い通りに生きてごらん。それが。そうだね。どんな道であろうと、父さんは応援する。ありがとう。このタイミングでね、それを言ってくれたのはありがたいね。思うように生きてくわ。あ、置いて取ってたんかな。そうだね。思うように生きような。ユナさん。ユーナさんのムービー何回ここで欲しいだろう。ユーナさんがどう思ったかっていうムービーが一撃で飛ばされた。それはやばいって。またなんか下の段あるんだけど、どうやって下行くの。これは何ですか。この山で命を落とした召喚士。まあさっきのやつか。さっきのと同じか。2回送りされない。されようがないもんな。別の召喚士がいないと、誰も送れない。ガードだったら召喚士がいれば送れるけど。ことはずっと漂ってるってことか。何人かは魔物になって、この辺りに行けばおかしく。ユーナは大丈夫だけどな。ユーナは大丈夫だけどな。そうじゃなくて、が召喚士がうろつろしてんのが怖えって話なんだよな。そうかそうか、その可能性があるのね。了解です。山そのものがまるで試練。いや、なるほどね。まあそうだね。じゃあこの先でいたザナルカンドでは試練も何もなく召喚獣が手に入れられると信じて進もうか。多分上に登るのが正解だから、下に行ってみようかな。おお、一人。え、これ、あ、これワンちゃん召喚して。ユナ様、僕違うか。ワンツって言います。お前ここで何してんの。今まで何度か会ってますよね。え、会ってる。今日は逃げないのか。兄さんの代わりにちゃんと仕事しないとね。全然覚えてない。旅の商人23代目大若屋知ってるよね。
若屋さんは知ってる。お前、あいつの弟？あいつの弟？兄さん、ユナ様を助けに来たがっていたけど、うん、反逆者に協力した罪で陣営が捕まったんだ。お若屋さん捕まったんだ。俺たちの、俺たちのせいにしないでくれる？兄さんは後悔してない。だって、まあまあまあ、金にがめついからね、商売が。自分の代わりにユナ様を助けてくれ。もうそんなんじゃない、商売とかじゃなかった。どうしてそんなによくしてくれるんですか？本当に。それは、ほら、そんなことを気にしてる場合じゃないだろ。いや、気にしてる場合なんだけど。僕の仕事やらせてよ。何？お若屋、よろしく。お若屋。それはそういう言い方じゃないと許されないんだ。あ、でもね、なんかちょっと気になるね。これがなんだ？そうかそうかそうか、あれか、うん、ダブルペナルティ、やばいね。これ、いや、マジでいいもん置いてんな。やばすぎ、え、これやばい、これやばい。魔法攻撃バチクソに上がる、これ欲しい。ただちょっと用心棒雇ったせいであまりにも無理。あまりにも何も買えない。まあなんかそうだね。いや、これもいいな。いいものは売ってるけど何にも買えない。うん、祈ってます、祈ってます。ユナ様こそお気をつけて。ありがとう、ワンツさん。お若屋さんってどんな名前だったっけ、覚えてねえや。ごめんな。あー、これワンちゃんこっちが正解の道だった可能性あるな。ワンツさんもいたし。あー、だとしたら失敗。いや、これはこっち正解じゃねえか、これ。あー、しくったー。一回戻って向こう行ってみるか。ここだけちょっと調べるだけ調べて、その後向こう行きましょう。ここまで来て倒れる、悔しい。あ、これもう墓標か。そうだな、もうあと一歩ってことかな。だとしたらマップ的にももうあと一歩なんかな。まあ一回戻ります。戻ってきました。この奥上、こっちに行くと、そうだね。あー、もう本当にこれで行き止まりだった。先に絶対行った方がよかった。くそー、悔しい。何が入っていますか。守護の腕輪、腕輪は誰だっけ。まあでもなんとなくキマリさんかな。あー、キマリさんじゃないとしたら腕輪は、そうだよね。な、どんな。つい完全石化防御、完全毒防御って強すぎるだろ。よし、で多分これも、これこそは下が正解だろう。正解じゃない、下が間違いだろう。だから今度こそ間違いの道から行くぞ。オッケーオッケー、こっちが行き止まりだ。何にもないってことはない、何にもないってことはないさ。ちゃんと調べてみようぜ。ほら、よく見てこらんよ。なあなあ、ただの知ってることあるかい。これでゴールかな。そこにセーブがある。オッケー、これでゴールだ。よし、まずはセーブしよう。セーブしました。オッケー、先に進んでいくぞ。ジーンジーンジーンなのか、先にあるのはジーンなのか。レッツゴーザナルカンドだぜ。ザナルカンドに着くのかな。まだ先か、まだ先か。この岩場をそんなスタスタ歩くのやばすぎだろ。宝箱あるんじゃね、目が。でもここも戦闘区域だよな多分。じゃなかったわ、じゃなかったわ。ここなんかありそうだね。確かに風に飛ばされて落ちたりしない。ああ、相談パートだわ。究極召喚しちゃうよって話。究極召喚手に入れちゃうよな。分かってるよ。どうするよ。何も思いつかない。俺も何も追いつかない。どうしよう、思いつかない。なんとかなる。ずっとそう言ってるけど、今の俺たちは何も知らない。うん、このままじゃユーナを助けられないけど、うん、ザナルカンドへ行こう。行けば何かわかるって。そうだな、そこから始まるんだ。そうだな、ちょっとくまなく探してやろう。うん、ザナルカンド今頼れるエースって感じしたよ。本当に。それは嬉しいね、ありがとう。最初から言ってんだろ。ああ、そういえばそうだった。そういえば一番最初に会った時もリュックさんにそう伝えたな。あ、何
マジで言ってる、マジで言ってる。ジェクトの息子か。今かよ。リュック、先に行ってアーロンに伝えろ。うん。一人で戦ってやんよ。いいから行けって。いいから行けって。まあまあまあ、落ち着けって。大丈夫だよ、もう。大丈夫だ。なんだ。よかろう。死の安息に沈め。ああ、まあ、前はな、リフレクめっちゃ頑張って使ったけどな。キマリさんもカッコつけて一人で戦ったじゃん。まあ、あれはキマリさんの問題だったからか。ユーナ殿、お久しゅう。お久しゅう。さあ戦おう。え、礼をした。異界送り。いや、そうだ、異界送りだ。その前にロンゾの生き残りに伝えたいことがある。生き残りってなんだ。結構ロンゾいるだろ。実に勇敢な一族だった。どういうこと。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかる。え、お前一人、また一人。そっか、シーマンさんがここまで来てるってことはロンゾ族。バカな。決まり。全滅か。そのロンゾの悲しみ、癒してやりたくはないか。どういうこと。戦えって言ってる。何を言いたいのです。いや、もう異界に送ろう。いい、悲しみは強いと。はあ、死にたいんだったら勝手に死んでくれんか、シーマンさん。悲しみと、あんまそういうこと言いたくないんだが。全て滅ぼして癒すために、私は真になる。いい、大丈夫。みんな求めてない。あなたの力によって。あー、ユーナさんがシンを倒すその後釜としてジェクターさんがなりたいと思ったのか。私が新たなシンとなれば、お前の父も救われるのだ。あ、ジェクターさんの話するじゃん。お前知ってるんだなっつってね。お前に何がわかるってんだ。まあ、そうなんだよね。おっと、またお前はいろんな形態になるな。分かった分かった分かった。全ての嘆きを断ち切ってやる。どんどん人じゃなくなってくじゃん、あんた。なん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 、どんなんですか。現行なんちゃらとのコンビネーションを防げ、コンビネーションってことは、あ、これがあるんだね。こいつだね、シーマーとのコンビネーションを防げ。はい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 、了解です。まあ、じゃあ頑張って戦っていくか。周囲対応もうこれで終わりだ、もうこれで終わりだ。頑張ろう。まずはヘイスがしとこうか。まずはヘイスがしとこうか。とりあえずね。で、まあ、ワッカさんじゃねえだろう。ワッカさんじゃねえだろうとは思うけど、ワッカさんで一回やってみるか。はっ。200。戦えるわけねえだろ。戦えるわけねえだろ。じゃあマジでファイガーあたりを。ボコボコにぶつけていくのがいいのかな。とりあえず現行なんちゃらの方を攻撃してみます。え、マジ物理全然取らない、やっぱすぎ。槍で攻撃してくるのか。アライズ、え、どういうこと。ええ、どういうこと。アライズって復活の呪文じゃないの。死んだか。死んだが、どういうことだよ。どういう技だよ。あ、やっぱ話すってあるんだ。まあ、あんたと話すことはいつまでだってねえんだけどな。アライズは復活の呪文だと思ったけど、敵にかけられるとこうなるっていうことかな。そう思っとこう。で、ヘイスト、ヘイスト。まずはヘイスト。あー、もういいや。ヘイスがでいいや。ヘイスがでいこう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。プロテス貼ってからのリフレクでいけるかな。ちょっとそれを目指していこう。お前マジで、お前ユーナさんにだけはやめろって、マジで。あ、なるほど、これ滅びの槍でゾンビ状態になって、その状態でアライズを撃たれて死ぬんだ。あー、理解した理解した理解しました。それがコンビネーションってやつな。オッケー。ちなみにこれを当てることによって、一回これで原稿なんちゃらを、ああ、やっぱ原稿吸収済んだね。じゃあもういくら攻撃したって変わんねえわ。やめまーす。ゾンビ状態を解除して、え、なんで
ゾンビ状態ってフェスナじゃ解除できないの？どうしたらいいの？ゾンビ状態どうしたらいいの？あ、オッケーオッケー、本体の方はそれだけ入るんだな、了解。いや、ユーナさん死んだな。これどうするのが正解なんだ、ちょっとわかんねえな。ゾンビ状態の解除方法がわからないと死ぬ。キョイー、デステルってなんだっけ。あ、解除されるんだ。ヘイストが解除されちった。あー、許せねえ。ヘイストはもう一回かけます。自陣の攻撃、これやべえ、ただの物理攻撃ってことかな。ですね、ですね。で、滅びの槍と、いや、こいつ強くねこいつ強くね。まあ今のはユーナさんがやられたからっていうのはもちろんあるけど、それにしたってやばいな。あ、でも物理攻撃かほぼしてこなかったかってことを考えると、ちょ、プロテスは貼っておきたいな。それはさておき、ちょっとゾンビ状態の解除方法を考えよう。どっかにあるはず。ちょっとユーナさんのあれを、あれかな、デスペル、ユーナさんの白魔法を確認したら、アビリティで確認したらわかるんじゃねえかなと思うんだよね。ユーナさんちょっと見せて。回復します、回復します。バファイ、バコルドあたりは違う。戦闘負の状態、ステータス以上じゃないんだ、ゾンビは。んー、魔法効果を打ち消すかな。どれかわかんねえ。わかんないな。まあでもとりあえずやるべきことはプロテス貼って回復し続けるって感じかな。魔法攻撃は打ってこなさそうだっていうのは思ったんで、その辺で戦ってみます。スフィア版な、進められるだけ進めておこうな。物理防御3アップ、攻撃4アップ、魔力4アップ、攻撃3アップ、 HP200 アップ、命中4アップ、攻撃4アップ、物理防御3アップ。 OK、 進もう。